日本共産党の国田敬二国対委員長は26日の記者会見で日本維新の会が慰安婦問題で旧日本軍の関与を認めた河野洋平官房長官団は1993年の検証機関を国会に設置するよう求めていることについて見解を問われ反対だ日本の侵略と植民地支配を否定し日本軍が行った。 野蛮な南京大虐殺や慰安婦をなかったものにする動きと絡んでいるものだと指摘しました。国田氏は侵略と植民地支配に反省とお詫びを表明した村山富一首相談は95年夜行の談話を葬り去る一連の動きの一つであって検証機関を作って煽っていくことが狙いだと強調。旧日本軍慰安婦の強制性は日本の司法でも確定しており。 歴史的事実であることは論を待たないスッチはあの戦争は正しかったとする考え方すなわち戦後政治の原点を否定する動きと深く絡んでいるそうした動きに反対しストップさせるために力を尽くしたいと述べました。